日本の昔話わあ海だ昔、原っぱの真ん中に高い木が一本立っていました何か面白いことないかな猿が木に登っていたら山から大きな玉が転がってきましたどっすん、玉は木にぶつかって止まりました何だ何だ猿はびっくりして木から降りましたたまに丸い穴が開いていました猿が穴へ飛び込んだ途端 玉がコロコロ猿はキーキー鳴きながら転がっていきましたすると向こうから猫がやってきましたドッスン玉は猫にぶつかって止まりましたなんだなんだ猫がびっくりして玉の穴をのぞいたら猿が倒れていましたこれは大変猫が穴へ飛び込んだ途端、玉がコロコロ猿と猫はキーキーニャーニャ鳴きながら転がっていきました すると向こうから犬がやってきましたドッスン玉は犬にぶつかって止まりました何だ何だ犬がびっくりして玉の穴を覗いたら猿と猫が倒れていましたこれは大変犬が穴へ飛び込んだ途端弾がコロコロ猿と猫と犬はキーキーニャンニャンワンワン泣きながら転がってきましたすると向こうからニワトリがやってきました、うん ドッスンはニワトリにぶつかって止まりまりした。なんだなんだニワトリがびっくりして玉の穴を覗いたらサルと猫と犬が倒れていましたこれは大変ニワトリが穴へ飛び込んだった玉がコロコロサルと猫と犬とニワトリはキーキーニャーニャーワンワンゴケゴッコーと鳴きながら転がっていきました 玉はコロ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 転がって、でっかい岩にぶつかりました。その途端、パッチン玉が割れました。目の前に海が広がっていました。わあ、海だ猿も猫も犬も鶏も大喜びで駆け出しました。